およそ90人の学生が通う伊勢理容美容専門学校。全国の学生が参加して技術を競う理美容甲子園では、上位に名を連ねる常連校で、全国から学生が集まっています。しかし新型コロナウイルスの影響で、去年おととしともに全国大会が中止になり、多くの学生が目指してきた大舞台が失われました。大会目指してやっとったんで、大会なくなったことが一番つらかったですね。大会を通していろんな壁にぶち当たって、それを超えることで一つ成長したりっていうのが生徒の中では必ずあると思うんですけれども、その場所がちょっと少なくなってしまってっていうので、できる中で最大限の、ね、授業もさせていただいて、でやりたいことはなるべくさせてあげたいなと思う2年間でした。また海外研修や他校との合同練習会、さらに毎月行っていた高齢者施設の入所者の髪を切るボランティアも取りやめとなっています。その人の髪の毛とか切る機会があまりなかったので、すごいそこが大変でした。やっぱり元はその理美容師になって、いろんな人をきれいにして、その自分が美容室行った帰りにその嬉しい気持ちとかになったのをたくさんの人に感じてほしいっていう気持ちが一番だったので、それを盾に頑張りました。それでも学校や自宅で知識や技術を学び続けてきた学生たち、自らの夢の実現のため国家試験の合格に向け歩み続けています。すごいたくさんの人と関わりを持って、いろんな人を笑顔にできるように頑張りたいです。親が理容師をしてて、それ店を持っとるんで、それを継いで親を超えたいですね。